皆さんこんにちは。発酵食大学のゆりやんです。すっかり秋らしくなって過ごしやすくなりましたね。食欲の秋、スポーツの秋、いろいろありますけれども、やっぱりダイエットの秋ということで頑張っていきましょう。今日は秋の味覚、きのこをたっぷり使った料理を作っていきたいと思います。きのこというのは最高の筋トレ食材なんですね。筋っていう字は音読みで筋と読みますけれども、訓読みだとなんときのこと読みます。きのこは目に見える筋そのものなんですね。なのでたっぷりとって、これほとんどが食物繊維なので非常にお腹の調子を整えてくれる、最強の筋トレ食材になります。たっぷりとってカロリーも本当に少ないですし、お腹も膨らむ、いらないものも出してくれるということで、ダイエットには最適な食材の一つです。それでは今日はきのこ三昧です。北斗さんの椎茸生どんこっていうのを見つけたんですけれども、すごく大きいですね。普通の椎茸に比べてこんなに違います。今日はこれを使って一つしかないので普通の椎茸も足していきます。椎茸のここにお肉を詰めていくんですけれども、この軸をお肉の中に混ぜていきます。軸を切ったら、ちょっとこの先っぽの硬いところは取りまして、あとはこうやってみじん切りに種を作っていきます。豚肉 100g と鶏むね肉 100g ぐらいずつのミンチを、よく混ぜます。お塩を少々入れて、そして粘りが出るまで混ぜるといいです。味付けをします。醤油は大さじ2分の1程度、はい、そしてオイスターソースですね。オイスターソース、これも大さじ2分の1程度でいいです。はい、先ほど塩が入ってますので、ここに
して以上です。そして椎茸にこうやって軽く片栗粉混ぜて乗せておきます。乗せる、接着剤の役割で塗っておきます。はい、これ全部塗っておきます。そしたらシールをやっと11個なので11等分ぐらいにして、肉を乗せていきます。猫からのシュマイ、いい感じです。5分経ちました。ちょっとどんな感じか開けてみます。うわー、美味しそう。完成です。鮭とキノコ、秋鮭とね、秋鮭も美味しい季節なので秋鮭とキノコをちょっと炒めてみようかなと思います。鮭は、一口大ぐらいの大きさに切ってあります。いしるですね。いしるを大さじ1だと多いかな、ちょっと8分目ぐらいでいってみます。そして同量のお水で少し伸ばします。こんな感じでなじませて1時間ほど置いておきます。このいしるはすごくこの魚との相性がバッチリで、まあ魚醤なんですけれども、特に青魚との相性が良くて、サバとか、イワシとかそういうものの、切り身などをこのいしるとお水もしくは酒か何かで同量ぐらいで割ったものにこうやってつけておいて、でしばらくなじませてから冷凍しておくとストックとして非常に役立ちます。香り付けに最後に醤油を少々とバターを投入します。最初からバターで炒めずに仕上げに少しだけバターを入れることでカロリーも抑えられて風味が良くなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入ったらいいねやチャンネル登録をお願いします。